青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは。婚活料理カウンセラーの青木由美です。こんばんは、佐々木千秋です。今日のね、朝のニュースなどでもありましたが、はい、多くの国公立大学では本日から二次試験ということで、はい、受験生の皆さんにはですね、悔いの残らない結果、できれば合格に向けてラストスパートの日々だということなんでしょうか。そうですね。そして受験生を持つ親御さんにとってもですね、これからの1ヶ月とってもナーバスな日々だと思います。どうかですね、まだまだ風邪などにも十分ご注意いただきまして、サポートしていただけたらと思います。青木さんはですね、料理をこう専門にされてらっしゃるお立場から、合格メニューというのはなかなかまあ大げさだと思いますので、受験生をお持ちのご家庭でのおすすめメニューなどもしあれば、簡単なレシピとともに2個か3個、ね、ご紹介いただければと思います。いいですね、この時期のね。はい、ポイントは2つあるんですけれども、はい、2つ、うん、まず1つ目、はい、ね、青魚って集中力を高めるのにおすすめなんですね。普段の食生活だとどうしても肉料理中心になっちゃうので、青魚を食べるっていうのを一つ、はい、そして二つ目は食べる順番です。順番、これね、食べた後の急激な眠気を避けるためにですね、はい、野菜、肉、炭水化物、まあ、いわゆるご飯とかですね、はい、この順番で食べるというのがポイントになります。この2つ押さえていただいて、はい、さらにですね、まあ、もし夜食を食べるということがあるんでしたら、はい、急にね血糖値が上がると、はい、その後眠くなっちゃいますので、それを防ぐためにおすすめメニューがあるんですね。知りたい。まずはですね、とろろそば。おー、とろろそば、お蕎麦消化にもいいですし、はい、とろろもね消化にいい、そして急に眠くならないということでとろろそば。そしてですね、サバの味噌煮缶をお茶漬けの上に乗せてもらって、はい、あー美味しそう、サバのサバ缶茶漬け、あー、いいですね、こちらも簡単にできますからね。はい、あとはですね、噛む回数を増やすことによって、はい、眠気防止っていうのと集中力を上げるっていうことができますので、はい、人参とかごぼうをたくさん入れた具沢山のお味噌汁、はい、こちらもおすすめですので、はい、ちょっとね、夜食で食べるなんて言った時には作ってみてもいいかなと思います。あー、なるほどね、夜食ね、やっぱりこう、まあ、夜だから、ね、そんなに重いものはもちろん食べれないですし、ね、眠くなっちゃったらね、どうしようもないですもん ね。やっぱり夜ずっと食べると太っちゃうっていう心配もありますから、そういった点ではこの3つはおすすめですね。あ、そうか。いや、青魚なんかが集中力を高めるっていうのはね、私知らなかったので、ちょっと集中力必要なこうセリフ覚えの時なんかはね、いいですね、ぜひね、ちょっと取り入れてみたいかなというふうに思いました。ぜひぜひ。いや、もう皆さんね、受験生の皆さん、そして、ね、そのサポートされる親御さんね、ぜひ夜食メニューに取り入れていただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。今放送のこの番組、愛され召し上がれでは、ラジオを聴きの皆さんにとってためになる情報満載で、特に婚活や料理などについての話題を中心にご提供してまいりますので、どうか今回も最後までお聞きください。それでは初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは、意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に、青木美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、今回もお願いいたします。はい、では早速ですけれども、はい、まずね、前回のステップのおさらいからいこうと思います。はい、前回のステップは調理バランスを考えるでした。はい、前回のおさらいですけれども、はい、調理のバランスを整えるために、はい、7つの調理法をね、いろいろご紹介していきました。はい、7つの調理法、はい、ね、覚えてますか。覚えてますよ。焼く、あとは炒めるとかかな。そうです、そうです、そうですそう、このね、調理方法いろいろありますよというもので、はいはい、で焼く、炒めるの他にも、はい、茹でるとか、うんうん、煮る、揚げる、蒸す、和えるというような合計で7つ、はい、ね、こちらでメインがね、肉じゃがっていう茹で、うん、煮る料理を作るのであれば、はい、副菜は和え物を作るというように、同じ調理方法が重ならないようにするっていうことがポイントだというお話をしていきました。はい、
聞きそびれたという方や、内容何だったっけって振り返りたい方はですね、 YouTube に再編集映像配信版がありますので、愛され召し上がれで検索してみてください。お願いいたします。そして今回の料理上達のステップは最後のステップとなります。お、最後のステップ、最後ですね、彩りを考えるです。彩りを考える、ね、難しそう、ね、やっとね、盛り付けとか見た目についてのステップに突入していきます。はい、食事って味だけではなくて、匂いとか見た目とか舌触りというような五感すべてで感じていてですね、さらに心理的効果の総合判断をして、美しい味と書いて美味しいという評価をしているわけなんですね。確かにそうです ね。ですので、はい、この五感というのね、全体が大事になるんですけれども、五感からの情報というのは、とある資料によるとですね、この記録の中では見た目から 87%、ジュージューというような音から 7%、舌触りから 3%、匂いから 2%、味から 1% 感じているということが書かれていてですね、ほとんどが見た目で美味しいかどうかを判断されてるんですね。あ、そうなんですね。じゃあ、どうしたら美味しく見えるのかというポイントを今日はご紹介していきます。お願いいたします。盛り付け方によっても見た目ってね、もちろん変わってくるんですけれども、色の効果って大きいんですよ。そうなんですね。これですね、食べ物の色によって食欲が変わるっていうのが、たくさんね、様々な論文でも発表されてるんですけれども、食欲をそそる色っていうのがあります。知りたい。これですね、赤、オレンジ、黄色というような暖色系の色が食欲をそそる色。そして逆にですね、食欲を減退させるのは青、紫というような寒色系なんですね。だからこそですね、今日は何作ろうかなって考えるときに、栄養バランスはもちろんなんですけれども、その上で色の割合も考えていくと、食卓にね、お料理並べたときに美味しそうって思える食事が出来上がるんですね。あ、なるほどね。その際にですね、揃えていきたい色というのがですね、5色あるんですね。5色。まず、赤、黄色、緑、白、黒、この5色です。おお、なるほど。ところが、これ全部使うってなかなか難しいですよね。そうなんですよ。なかなか難しいなって今感じましたね。で、白はもちろん白いご飯を置けば白は揃うんですけど、でもなかなか食材で5色揃えるのが難しいといった時には、お皿とかね、テーブルマットも使って揃えていくと簡単に揃えることできますので。それも OK なんですね。 OK なんですよ。だからこそですね、お皿も白いお皿だけじゃなくて、いろんな色のね、お皿を揃えていって、ランチマットもいろんな色を揃えておくと、5色簡単に揃えるっていうのが可能になります。それだったら5色確かに揃えられそうかな。どうにかなりますよね。そうですね。このね、色の割合バランスといったところを取っていってね、あの赤ばっかりだと、あと茶色ばっかりとかになると、ちょっと胃もたれしそうじゃないですか。そうな色合いではありますよ ね。確かにね。だからといって緑ばっかりとか、やっぱり冷たい色ばっかりになると、なんかもうちょっといろいろ欲しいなって感じますよね。そうですね。プラスアルファで何かもう一品食べたくなっちゃいますもんね。そうですよね。なので全色揃えるっていうことをやってもらうといいんですね。色の効果ってすごいですね。ですよね。いや、今あの青木さんのね、お話を聞きながら、例えば緑だけの食卓、例えばピーマン、サラダとかね、例えばそこにお肉が入ってたとしても、なんかもう一品食べたくなるんだろうな、きっと、とか、すごいですね。イメージ的にもね。はい。野菜ばっかりってちょっと、ちょっと足りないって感じちゃいますからね。足りないって感じちゃいますもんね。お腹はいっぱいなのに、頭はね、もっともっとってこう欲している場合もありますからね。そうなんですよ。すごい。見た目ってもう何回も言いますけど大事ですね。そうなんです。あの、覚えていただきたい色は5色。5色。赤、黄色、緑、白、黒。この5色です。いや、これはぜひね、皆様食卓で、まあ5食ね、食材からだけじゃなくて、こうランチョマットとか、そうですね、ね、あのお皿とかもいろんな色揃えるとね、楽しくなってくるかもしれませんね。あのお料理を作るのもね。そうですね、確かにお皿とかもね、いろいろあると楽しいですもんね。そうですよね。
いやもう彩りちょっとね、まあ、栄養も含めて彩りも今後は考えて頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして皆さんお聞きいただいておりますこの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明のコンビでお送りしております。さて続いてのコーナーは料理の素朴な疑問、はい、料理の素朴な疑問ということで疑問、はい、私みたくですね、料理があまり得意、まあ、改めあまり積極的に料理をしない方々にとってとてもためになるコーナーではないかなと思っております。それでは今月もですね、いろいろな料理についての素朴な疑問に青木さん簡単に分かりやすくお答えいただきたいと思います。分かりました、よろしくお願いします。お願いいたします。ではですね、早速なんですが、今回はですね特に野菜料理について基本的知識、あと素朴な疑問などについてお伺いしてまいりたいと思っております。野菜はね、料理たくさん使えますからね。そうなんです、結構ね謎なことが多かったりするんですよね。いいですね。じゃあ今日ね、はい、これ野菜得意になっていただいて、あ、もうマスターしようかな、頑張ろうと思います。まずですね、野菜こう茹でてくださいって書いてあったりしますけど、ええ、野菜を茹でるのは水から茹でるのかお湯から茹でるのかっていうのと、うんうん、それぞれのこう野菜ごとについて別なんですか。あ、なるほど、確かにね、うん、水から茹でるって書いてあるのもあるし、はい、あれってなりますよね。そうなんですよ、これね分かれてるんですよ。水から茹でるっていうもの、例えばですけど、はい、じゃがいもとか大根とか、はい、あとはごぼうとか人参、はい、これらは水から茹でるもの、そして、お湯から茹でるものとしてはですね、はい、白菜とか、はい、あとは、まあ、ほうれん草みたいなね、青菜とか、はい、あとはブロッコリーとかね、こういったものはお湯から茹でるっていうふうに分かれてるんですけど、覚えるときにですね、はい、土の中に生えている野菜、はい、いわゆる根菜類は水から、そして土の上にできるお野菜はお湯からというふうに判断すると間違いなくて済みます。あ、すごい覚えやすい。ここで分かれますのでね。あ、そうなんですね。なんで分かれてるかということですね。そうそうそう、その違いが何なんだろうですよね。これですね、土の中に生えているいわゆる根菜っていうのは火が通りにくいんですね、はい、なのでお湯から茹でていってしまうと、はい、外側はもう煮崩れてボロボロなのに、はい、内側はまだ茹で上がってないっていう状況になっちゃうんですよ。なのでしっかりと内側まで柔らかくするためにお水から茹でていきます。あ、なるほどね、これが違いなんですね。へえ、いやこれはね意外と知らなかったんですよ。お、茹でるイコール、まあ、水からだと思ってたので全て、うんうん、だからどうしてもねこう白菜とか茹でた時になんかしなっとしすぎちゃうなとか、そういうところがあったので、ちょっと今後ね白菜はお湯から茹でていきたいと思います。使い分けをしてみてください。ありがとうございます。で次にですね、野菜をこう茹でた後の保存方法も野菜によって違ったりするんですか。なるほど、確かにね、茹でた後になんか冷水につけてくださいって書いてあるのとかありますよね、あります。これですね、はい、ザルにとってでそのまま冷ましていく、はい、というお野菜もあれば、はい、冷水にとるお野菜っていうのもあるんですね。あ、そうなんですね。例えば、はい、ザルにとるお野菜というのが、キャベツとかブロッコリーとか、はい、キヌサヤみたいなものです、はい、で冷水にとるお野菜っていうのはほうれん草とか、はい、あとは小松菜とかグリーンアスパラとか、こういったものがね分かれているんですけど、はい、この違いっていうのはですね、はい、アクのある野菜と、あとはね茹でると変色する野菜、これは茹でた後に冷水に入れて冷ましていきます。あ、アクのない野菜っていうのは、はい、水にね入れて冷ましちゃうと水っぽくなっちゃいますので、ザルで冷ますんですね。そうなんですね。ほうれん草とかも茹でた後に冷水にとることによって、はい、そこでもね下に残るえぐみっていうのを全部洗い流していますので、そんな効果があったんですね。そのために冷水につけてます。あ、なるほど。
私例えば小松菜のおひたしとか、いわゆるあの冷たいもので出したいがために冷水にとってるのかなって、勝手にねレシピだけを見て判断しているので、かなと思ってたんですけ ど、ちゃんと理由があるんですね。そうなんですよ、ここには それはね本当にこれ結構難しいっていうか、なんで冷水とか、なんでザル、これは冷たくしないんだろうとか。そうですよね、その境界線がね全然分からなかったので、いやちょっとねえぐみ今日覚えたんですけど、はい、ちょっと小松菜茹でる時思い出すと思います。あ、ぜひぜひ活用してみてください。はい、で次にですね、それぞれの野菜の茹で時間の目安っていうのは何かあるんですか？そうですね、やっぱり茹ですぎちゃうとクタクタになっちゃったりしますよね。なので大体ですけれども、ほうれん草だったら沸騰したお湯に入れて40秒ぐらい、40秒、さっと茹でるだけです。そしてキャベツの場合は沸騰したお湯に入れて、大体1分から2分、はい、グリーンアスパラの場合は沸騰したお湯に入れて、こちらも1分から2分ぐらい、はい、ブロッコリーだったら沸騰したお湯に入れて、こちらも1分から2分、はい、そしてさやえんどう、こちらは沸騰したお湯に入れて約2分、かぼちゃとかじゃがいも、こういったね、火の通りにくいものは水から茹でていって沸騰して約10分、はい、そして大根、こちらはお水から茹でていって沸騰してから10分、はい、これが目安となっていきます。あー、こんなに違うんですね。もちろんね、これ大根とかかぼちゃなんていうのも、切ったサイズによってね、茹で時間は変わってきますので、大体の目安だと思ってください。あー、なるほどね。いや、ちょっと驚きだったのが、ほうれん草そんなにさっとでいいんですか？そうなんですよ、40秒。葉っぱものって意外と火が通るの早いので、ずっと茹でてるとね、茹ですぎてクタクタの状態で食感もなくなっちゃうので、もうさっと茹でる、これが大事なんですよ。あー、そうなんですね。ほうれん草ってね、ちょっとたまにこうクタッとしすぎちゃって溶けかけちゃってるみたいなね、ほうれん草のおひたしを作ったことがありまして茹ですぎちゃったっていうところですね。そう、なんでだろうってすごく疑問だったんですけど、こんなにさっとでよかったんですね。そうなんです。あとはそうだな、大根、大根とかね、かぼちゃ、じゃがいも、これ結構私似てて難しいなっていつも感じるところなんですよ。何回も味見して、味見というかこう硬さを確認するために、舌触りでこうどれくらい硬いかなみたいな食感をね、確認するんですけど、もうそれだけでお腹いっぱいになっちゃうんですよね食べてるのでね、食べてるので。目安としてだいたい10分ぐらいっていう目安があるだけで、あ、じゃあ10分経ったからそろそろっていうね、こう自分の中の基準にはなりますよね。そうですね、これからね食べ過ぎて料理する分なくなっちゃったっていうのは防げるかもしれないですねそうですね、ありがとうございます。でですね、アクの強いこう野菜っていうところで、これ茹でるには、まあ茹でる際にこうアク抜きが必要な野菜とか、あ、はい、あると思うんですけど、まあ、なぜアク抜きが必要なのかという、先ほどのねほうれん草って言ったところも出てきましたけど、ほうれん草みたいなアクの強いお野菜っていうのは、たっぷりのお湯で茹でてください。たっぷりのお湯、これはですね、アクって水溶性に溶け出す、水溶性で水に溶け出すという性質があるので、アクがですねお湯に溶けていってくれるんですね。ちなみにアク抜きしないでね、そのまんま使っていこうとする、例えばほうれん草をバター炒めしようと思って、アク抜き全然しないでそのまま切ってフライパンに入れた、どうなるかっていうと、えぐみが残っちゃって、アクでね、こう食べた時にちょっとほうれん草が下に残るという状態になっちゃいますので、そのためにですねアク抜きをしていくんですね。あ、なるほど。まあ、その例えば、炒め物のほうれん草だったとしても、アク抜きはした方がいいってことなんですか？そうですね、一回アク抜きをしてそれから作ってった方が舌触りも良くなっていきます。そうなんですね。ちょっと一手間というか、入れるだけで全然味が変わってくるってことですもんね。そうですね。どうしても茹でていくのがめんどくさいって言った時には、電子レンジでね、さっと茹でた後に、加熱をした後に、
たっぷりのお水につけて、はい、で水溶性でね水に溶け出しますので、そういうやり方をするということも可能です。ああ、なるほどね、それだともう簡単にアク抜きもできちゃいます。そうですね、あ、大事なんですね、アク抜きって。大事ですね。なるほどね、はい、あとはですね、あの野菜炒め、はい、私よく作るんですけど、野菜炒めを作る際に上にね蓋って乗せないんですか？野菜炒め蓋、はい、蓋どんな時に使うんですか？まあ、例えばですよ、私の場合なんですけど、フライパンに野菜を入れます。ね、時間がかかりますよね、野菜がしんなりするまで。あ、そうですね、はい、はい、なのであのいわゆるタジン鍋って、あの蓋にかぶせて蒸すみたいな、蒸す工程をあの炒め物、野菜炒めに私取り入れながら野菜炒めを作ることがあるんですけど。なるほど。蓋ってしないんですかね？そうですね、はい、確かにその方が早く加熱はできるかもしれないですね、はい、うん、なるほど、そうですよね。でもやっぱり炒め物っていうことを考えた場合にはですね、はい、あの辞書をね、炒めるっていう辞書を引くとですね、はいはい、鍋に油を引き、はい、加熱したところに材料を入れ、はい、かき混ぜながら火を通すっていうふうにあるんですけれども、あの蓋したらねかき混ぜられないっていうことがあるんですよ。あ、そうか、確かにそうですね。なので、まあ、そういった点で、まあ、野菜炒めっていうからこそ、はい、まあ、蓋しないっていうのもあるでしょうし、あとはですね、あのもちろん蓋してね作って早く火通すのも OK なんですけど、はい、水分の逃げ道がなくなっちゃいますので、はい、ちょっと野菜炒め、あの水分がねいっぱい出てきちゃうんじゃないかなと思うんですよ。その通りでございます、うん、でやっぱり蒸し焼きしますのでね、はい、蒸してる分、うん、水が出てくる。これを防ぐということを考えたら蓋しないで作った方が、はい、まあ、食感とあとは、ね、見た目的なものとにはおすすめですね。あ、そっか。いや、まあそうですよね。まあいろんな作り方をしてもね、あの自分がどういう風にしたいっていうところから作り方をこう、はい、自分なりに模索していくのは全然 OK なので、はい、まあ、間違ってるわけじゃないと思いますけどね。ただまあよりよく作るというか、まあね、いい状態にしたいっていうのであれば、まあ、蓋はしない方がシャキシャキ感も楽しめるし、味も薄くならないよねっていうところですよね。そうですね、やっぱそうですよね。どうしてもねこう時短という意味合いで、なるべく早く時間をねあの少ない工程であの野菜炒めを作りたいっていうことがね多々あるものですから、確かにそれでね、まあ、もう本当に自己流なんですよね、完全に。おー、なので、まあ、世の中の皆さんどうなんだろうっていう素朴な、ちょっとね、青木さん多分キョトンとしちゃったかもしれないですけど本当に私の個人的なすごく疑問点なところでございました。いや、今後はちょっと蓋はせずにやってみたいなと。そうですね、うん、お野菜あの薄く切ると、あ、そうか、早く火が通るかもしれない。それでやってみますありがとうございます。はい、ね、今回もね野菜についていろいろな、ね、疑問とあのお答えいただきました、ね、あの分からなかったこと、リスナーの皆さんもそうですけれども、分からなかったこと、あ、そんなことが必要だったのねなんて新しい発見をしていただいていたら嬉しいなって思っております。これで野菜はバッチリですね。バッチリですね。青木さん、ありがとうございました。以上、料理の素朴な疑問のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。青木さん、今回いかがでしたか。やっぱりね、毎回この料理の素朴な疑問コーナーね、これ聞くと料理上達していくんじゃないかなと思いますので、はいはい、さらにねレシピなどを知りたいっていう方は、私青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックなんかにもね、いろんな情報、そして写真アップしてますので、ぜひあの見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではまた次回もですね、ぜひこの愛され召し上がれお聞きいただければ嬉しいです。では今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。どうぞ皆様、愛され召し上がれ。